クリミア半島北部に位置するジャンコイの中心部から南東15キロにあるロシア軍の兵舎が大火災発生というニュースがあったよ。この事件に関与しているのが、バルチザンという主張もあり、クリミア半島奪還が間近に迫ってきているな。2022年8月にも、この現場から20キロの武器弾薬庫で大爆発が起きているけど、これもバルチザンの仕業という話なんでしょ？そうみたいだな。クリミア半島でもロシア離れが加速している状況が伺えるぜ。そうだね。さて今回は、クリミア半島ロ軍施設で大火災が発生したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今回の事件は2022年12月10日の夜、ロシアが2014年に一方的に併合した、クリミア半島北部ジャンコイ近郊にあるロシア軍宿舎において、大規模な火災が発生して兵士2人が死亡したというニュースをウクライナのメディアが報じていたよ。その記事によると12月10日夜にジャンコイから南東約 15km にあるソビエツキーに設営されていたロシア軍兵舎で大規模な火災が発生し、兵士2人が死亡したほか、施設にいた約200人が避難したと記されており、この兵舎には9月の部分的動員令で招集された200人以上の予備役動員兵が駐留していたみたい。これをウクライナのメディアでは火災はドローン攻撃によるものであると一部で報道され、ロシア側が設置したクリミア共和国のアクショノフ市長は、ドローン攻撃があったというのはウクライナ側のフェイクニュースであるとしながらも、10日には SNS 上でクリミア半島中部にあるシンフェロポリで防空システムが作動したため、ドローン攻撃に対して平静に対応するようにという住民への呼びかけを投稿しているね。このロシア軍宿舎の火災に関して、クリミア半島の先住民族であるタタール人とウクライナ人がパルチザンとして活動している。反ロシア団体の当て氏がロシア軍宿舎の火災は計画的な放火であり、この先も我々のパルチザン活動によって、クリミア半島にいるロシア軍を内部から崩壊させ続けると主張する声明を出して警告を発しているよ。クリミア半島はウクライナ南部ヘルソン州に繋がった形で黒海の北岸に突き出た半島で、26,844 平方キロメートルの面積に、2,353,100人の人口を持ち2014年1月1日時点、地政学的にも黒海を支配する重要な要衝として、古代から様々な民族が争う土地であり、15世紀にオスマン帝国の属国としてクリミア半国が成立し、18世紀にロシア帝国に併合され、ここで先住民だったのが、8世紀頃にクリミア半島に流入していたチュルク系ムスリム住民を起源とするクリミアタタール人なんだ。ここでの歴史をたどると1917年に勃発したロシア内戦において、クリミア半島は反革命側の白軍に占拠されていたが赤軍によって駆逐された後に、クリミアはソビエト連邦の一部となり、1921年にはクリミア自治ソビエト社会主義共和国が置かれ、ナチスドイツの占領下となった経緯があるよ。1941から1942年のクリミアの戦いにおいて、クリミアタタール人の多くが赤軍として強制的に参加させられたんだけど、1944年にクリミアタタール人はナチスドイツに協力したとの容疑をスターリンによってかけられたため、約20万人が中央アジアやシベリアに強制移住を命じられ、その過程で多数の住民が命を落としてしまい、このことはクリミアタタール人追放事件として、現在においても彼らの心に深く刻まれていて反ソ連反ロシア思想の源になっていることは広く知られているね。鋼鉄の人と呼ばれていたスターリンが死去した後の1967年には、クリミアタタール人のシベリア追放措置は無事に解除され、彼らへのクリミア帰還運動が開始されたな。その後1991年にはソビエト連邦内に居住している全てのクリミアタタール人から代議員が選出されて、最高意思決定機関としてクリミアタタール民族大会クルル隊が開かれ、タタール人のクリミアへの帰還が進められる運びとなり、クルル隊はそのための常設機関としてクリミアタタール民族会議メジュリスを設置したぜ。彼らには平穏な日々は続かず2014年にクリミア危機が起こり、一方的にクリミア半島をロシア領として編入されたんだけど、
国際社会とウクライナは無論それを認めず現在も係争状態にあり、メジュリスも当然ロシア編入を認めておらず、2022年2月24日ロシアがウクライナに侵攻した際にはクリミア半島はウクライナ領であるという声明を出しており、ウクライナへの支持を表明していたね。また8月にもクリミア半島では海軍航空隊基地やセバストポリ軍港の海軍司令部などがドローンによる攻撃を受けたとして、パルチザン活動が盛んに行われ、今回声明を発したタタール人による当て死を含めて3つのパルチザン組織が構成されており、およそ100人のパルチザンが潜伏しているとも言われているよ。内部に敵がいることほど怖いことはないよね。現在ロシア軍が使用しているクリミア半島の基地はもともとウクライナ軍が使用していたものであるため、位置や基地内の配置など全ての情報を持っているほか、ロシア軍基地に出入りしている協力者によって常に最新情報が提供されているというわけだからな。そのパルチザン組織はウクライナ側からドローンなどの兵器が提供され、攻撃目標などの指示も受けているらしく、ウクライナ軍と緊密な連携を保っていると言われているよ。現在のゼレンスキー政権下でクリミア問題担当のタミラタシワ大統領府代表は、ウクライナ政府としてパルチザン組織との関与についてのコメントは控えながらも、ウクライナは国際法に従ってロシアによる不当な侵略戦争を戦っている。ウクライナ軍は決して民間施設を攻撃せず、クリミア半島における火災や爆発が起こった施設も全てが軍事施設であることに大きな意味があると述べ、パルチザンも含めて国際法を遵守していると強調しているね。一般的にパルチザンとは非占領地域への支配に抵抗するため、地元市民が結成する軍事的組織のことを指し、これまでロシア軍に占領された町それぞれにウクライナを支持するパルチザン組織が結成され占領軍への抵抗を示しており、これに参加する住民の多くは、侵略してきたロシア軍によって家族や友人を残虐に殺され、町や他の住民を守るために抵抗を続けているぜ。戦う理由は十分で士気も高いならなおさら厄介な存在だと思うよ。パルチザンの戦闘というのは、正規軍と違って敵と正面から戦うのではなく、地下に潜んで行うゲリラ戦や、将校兵士の暗殺、軍事施設の爆破などによって敵の後方を攪乱するものなんだけど、もともとパルチザンとは旧ソ連がナチスドイツに侵略された際に、侵略者であるドイツ軍に抵抗した民間人を指して呼称したものであり、その名で旧ソ連の流れを汲むロシア連邦軍を苦しめていることは皮肉な話だよね。現在ウクライナ軍が奪還を広めているヘルソン州においては、ロシア軍が撤退する以前からパルチザンによってロシア軍の補給路が遮断されていて、ウクライナ軍特殊部隊との共同作戦によってロシア軍を追い詰め、高機動ロケット砲システムハイマースが配備された以降は、その標的となるロシア軍の弾薬庫や兵舎、司令部などの位置情報をパルチザンがウクライナ軍に提供していたんだ。その情報によってハイマースから発射する高価な GPS 精密誘導ロケット弾を無駄にすることなく、確実にドニプロ川東岸にあるロシア軍の兵站集積施設や補給路などへのピンポイント攻撃に運用できたと言われているよ。ウクライナにおいてパルチザンがロシア軍を苦しめる存在であることは間違いないが、その活躍の根源となっているのは、祖国を守る大義によって戦うパルチザンと、ウクライナを侵略する理由も知らずに連れてこられたロシア兵との士気の差だけではなく、パルチザンの教科書の存在があったことが大きいという指摘があるな。ゲリラ戦の手本を記述された教科書とは、2013年にアメリカ軍の特殊部隊が体系化した抵抗活動戦略 ROC と呼ばれる300ページの冊子であり、その中には道路標識を付け替えたり、撤去したりして敵軍を混乱させる方法や、道にガラスを巻いて軍用トラックなどの通行を阻止することなど、ゲリラ戦のやり方が詳しく書かれているらしいぜ。そもそもウクライナはロシアから侵略を受ける以前から、この ROC を元にマニュアル化して行政機関や個人に対しても、侵略を受けた際にすべきことを周知させて準備を進めていたとも言われているからね。日本のインターネット上ではウクライナにおけるパルチザンの活躍を目の当たりにし ROC などのウクライナによる取り組みを日本は見習い、
国民の国防意識を高めるべきであるとの意見が広がりつつあることから、何らかの形で役立つかもしれないよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。